はい、高知和樹と民謡考えようのお時間やってまいりました。本日は7月の、14日木曜日となっております。沖縄は晴れですね。暑いですよ。皆さん水分とってますかね。熱中症ね、今テレビでもね、よくニュースとかでも流れているんですけどもね、水分しっかりとってね、涼しいとこにクーラーとかね、車もクーラーつけて水分とって安全運転で、ね、やって運転してほしいんですけどもね、最近また僕お花をね植えまして、で朝お昼、夜もね、ちょっと遅めなんですけども、水かけてね、育ててるんですけどね、やっぱり一つでもね、花が咲いたらね、気づきますね。あ、花咲いてるって。ちょっとね、そんな気持ち悪いこと、気持ち悪いと思う方もいますかね、僕はこんなことやってるね。まあそういう感じで、今日も一日、ね、ゆっくりとラジオ放送していこうと思いますがね、まあ気軽に聞いてくれたら嬉しいのでね、よろしくお願いします。ではまあ本日から来週にかけての、僕のスケジュールですね、特に変わりはないです。本日は新都心パイカジ本店さんとなっております。7時から夜10時までねいますのでね、よろしくお願いいたします。そして、明日金曜日が、お菓子御殿国際通り松尾店にあるお菓子御殿となっております。7時から40分間、そして8時
から40分間2ステージとなっておりますので、よろしくお願いいたします。ご家族などね、一緒に遊びに来てはどうでしょうか。そして、16日が、土曜日がパイカジ本店さんとなっておりますね。そして17日が、日曜日、那覇市、にある金子より子さんのお店、歌姫となっておりますね。8時オープンとなっております。で、そして、2時まで空いてますので、ね、コテコテの民謡を聞きたい方はどうぞね、歌姫まで、お越しくださいませ。そして、月曜日、海の日ですね。はい、3連休ですね。いいですね。ね、海のね、楽しいですけどもね、やっぱりね、水分補給、そしてね、海は怖いところなのでね、しっかりとね、家族はね、お父さんお母さんでね、お子さんでしっかり見てあげてください。で、そして、月曜日から木曜日は、パイカジ本店さんとなっております。まあ、1週間こういう感じですね。今月のイベントが、24日がですね、偏座の方で、海中道路になるのかな、イベントがあります。まあ、いろんな方々が出るみたいなのでね、ぜひともネットとかでも調べてみてください。僕たちは鳥となっております。ね、そして、30日土曜日、ね、来ましたね。闇勝ち町ごはかん、単独ライブがあるんですけども、1時間、1人で1時間ね、結構ね、大変ですね。まあ、今回はちょっとね、ギターと、ね、三振、これ2丁でね、やろうと思っております。どうなることやら。ね、そこら辺もね、僕もどうなるかわからないです。だけどね、相方をちょっと信じてるのでね、信じてるって言ったらちょっと重いですかね。来週ぐらいゲストで呼べたらいいかなっていうことを考えてますけども、棚原優君って言ってですね、すごく今活躍しているギタリストですね。まだ若いです。いくつって言ったかな、25って言ってたかな。早いね。彼が12歳ぐらいから僕知ってますからね。ランドセル背負ってますからね、その頃。懐かしい。ね、その方にゆうくんと、やります。ゆうくん、なんと、島幸子さんね、の息子さんになってますね、長男。それで昔からね、ちょっとね、つながりがあってね、仲良くさせてもらってるんですけども、まさかまたね、こういうところで一緒にね、仕事をできるとはね、お互い思ってなかったでしょうね。楽しみです。7月30日、闇勝ち町ごはかん、ね、よろしくお願いいたします。では、まず早速、曲、かけていこうと思いますが、こちらからいきましょうかね。ユガフデイビル、ね。ゲンちゃんさんのね、歌からとなっております。ね。では、まず1曲目はこちらから。イガフデーブルお届けいたします。どうぞ。神奈川の方
かりうしだ。はい、ユガフデイビルお届けいたしました。ゲンちゃんさんね、やっぱ歌声元気が出ますね。元気のゲンちゃん、ね、最近イベントね、どこでやってますかね。僕もゲンちゃんの歌大好きなのでね、元気になりますね。ではまたまた曲ちょこちょことかけていこうと思いますがですね、続いてはこちら行きましょう。カジカル林翔さんと桃森川誠二さんのハンタボールでお聴きください。どうぞ。
はい、ハンタバルお届けいたしました。風から臨床さんと登川誠一さんでお届けいたしました。いや、面白いですね。ではもうまたすぐちょこちょこといこうと思いますが、続いては「うんじゅが情けるその後」お聴きください。僕はたまにね、この歌好きで歌うんですけどね。では、いってみましょう。うんじがなすけど、その後、どうぞ。チタルのチドヤルアダバナヤティンドサヨヨチヨキミショリタトイトシンチェユバラティンティンうんちゅがなさきどたのまりえる。うんちゅがなさきどたのまりえる。うんちゅいちゃしくらさびが。あたら並びきまるけて金ばないしそれといとしちやてんちゅがなさきどたのまりる。情けどたのまりる。お好みの茶さびが。ちまじんじややびら。さがのめだし。ささいびん。その情けに。かからりみんちゅがなさきどたのまりる。はい、うんじゅが情けるその後お届けいたしました。その1もあるんですよね。ちょっと CD がないですね。その1。じゃあ僕もね、1曲一曲歌おうと思いますが、こちらからいきましょうかね。天気がいいのでね、やっぱりちょっと明るめのからやろうと思いますが、なかなか弾かない、あまり歌わないですねこれ。僕はよし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 。ちょっともう一曲かけてからいきましょうかね。では数奇感な、ではお聞きください。どうぞ。
やがむじゅるがるあっさのあっさがんこんそーれやいびしがやがむやがやもわざのこんやこんそれグルコンワミノワサノワグラゴンソーレはい、通気感なお届けいたしました。では行ってみましょうかね。はいはいはい。ではパラダイスうるま島行きましょうかね。ではお聞きください。パラダイスうるま島。まだ知らずや夢の竜ぐま島、気候はのどかに我がパラダイスうるま島、ありのパラダイスようるま島。春夏秋冬の山に花咲くうるま島、五穀で清く住みよいところもうるま島、針のパラダイスようるま島。黄金黄金の波に花咲くうるま島、琉球自慢の繰り船踊りもうるま島、針のパラダイスようるま島。今時朝時に紅型衣装もうるま島、文ちゅる花が咲い四つだけ踊りもうるま島、
パリのパラダイス、夜間島、島尻中神国神島の果てまでも、天の橋立て松の林もうるま島、パリのパラダイスよ、うるま島、そよごアダムの墓陰で島人が笑いあふれる昼間のひととき、うるま島、パリのパラダイスよ、うるま島。うるま島お届けいたしました。大丈夫でしたかね、ボリューム大きくなかったですかね。ユーストリームはいいぐらいなんですけどもね。はい、では、これいきましょうかね。久々の、全部久々なんですけどね、シンガポールクォーターではお聞きください。ある大正11年5月に親父で離れてはるばるとさっさ南方目的財もなしに人の民に生まれて初めて外国に純立地親類交流なしていて、さっさ別れの坂地地もたさりて旅立ちゅさ、よいよ出版たんぱまる一万トン、地ぬち日本もはるばるとさっさ香港途中や七ゆこみて町にかにて、道の島々早すぎて、鹿児島の朝の8時の空港からさっさ熊本福岡博多すぎて、文字にちっちゃさ、文字に滞在5日間宿場の三家に組みらりて、さっさうちなうむかじ身の目さがき、寂しさの外国中心ただらんただらん、水上警察輝いさっさ旅券の下がり場、心やしとびんどまちゅる、よいよ出版たんぱまる一万トン、地のち日本もはるばるとさっさ香港途中や七ゆこみて町にかきて、香港からやふにんじゃちふにんじゃち、13日は海の上さっさ6月10日にシンガポールに無事にちっちゃさ、シンガポールにうるえだやうるえだや、我々ネクタイかきくどきさっさ自動車のいくり素性あらにシンガポールよ。
がポールコーダーお届けいたしました。では一曲いきましょうかね。天気もいいのでね、やっぱ鍾乳雲、沖縄たくさんあるんですけども、やっぱね、そういう雲とかに、ね、まつわる歌たくさんあって、まあ、白雲節もそうなんですけども、こちらを歌おうかなと思います。白雲流れ聴お聴きください。白雲流れ聴島ちちて春の灘みなきうちてあちゃからの朝ちうち川きいちさちたるがしゆが車とばる半たわる人の行く道あみあらり入ったい二人のこのしけや道やちょみちとしりさよさティダニガンカキ武士に満ちたずに物しよさ、さよさ一期一まりん歌いかながな深く心あわちうちうわたら。さてだにがんかき星に満ちたずに物しよさ、さよさ一期一会まりん歌いかながら深く心あわちうちゆわたら大し虫だる犬の糸や一まりんちゅみちただなさきさよさティダニガンカキ武士に満ちたずに物しよさ、さよさ一期一会まりん歌いかながな深く心あわちうちゆ
わたら白く流り我が島や、まだやしくしじか。和俊さんの歌から白雲流れてお送りいたしました。ちょっと編曲しちゃいましたね、すいません。まあね、こういう感じで今日は3曲もやっちゃいましたね。あらら、ではまたね、曲もかけていこうと思いますが、よいしょ、こちら行きましょうかね。しっとりと、どうだったかな、僕も好きな曲なんですけどね。何ですっけ、あれですね、ミーグシク、稲葉徹さんの歌からですね。ミーグシクという、あの那覇の方にあるんですけども、そこで、昔は船をですね、出していたんですね。でそこで、まあ、別れを忍ぶね、カップルがいてね、それをね、なんていうんですか、ティサジ、手ぬぐいをですね、こうやって、ね、まあ、手だけじゃこうやってね、届かないから、ティサジをね、もっと、ね、高く上げて、振る風景も歌詞には含まれておりますね。では、見苦しくお聴きください。
はい、見苦しくお届けいたしました。ではですね、番組の告知、などもね、していこうと思いますが、ですね、ではこちらからいきましょうかね。ビアフェスタがございます。来たる7月22日金曜日、もう来週の方ですね、来週金曜日、5時から夜9時まで、開催しております。場所がですね、嘉手納町ロータリープラザ前広場ということですね。カラオケ大会などもあるようなので、この暑い夏をビアフェスタオリオンビールでね、喉を潤して夏を過ごそう、乗り切ろうということですね。どうぞね、皆さんね、美味しいビール飲みに行ってはどうでしょうか。では続いてはですね、7月23日土曜日、来週ですね、かわいそうな像、ね、劇がございます。またそれ以外にも、野原、そしてどんぐりと山猫、そして山梨、ね、この4つが、ね、ございます。場所はこちら、茶谷ライセンター内、夏休み企画2016ということですね。時間がですね、会場1時半、開演が2時となっております。ね、チケット、1500円。親子で来ても1500円。で、子供だけで来てしまうと1000円。なので、ね、ご家族一緒にね、来た方がかなり、お得ですね。ただただ当日となってしまうと、500円増しになってしまうもん。しまいますのでね、早めのチケットのお問い合わせは、こちらに二来センター内で、やっております。メモの準備よろしいでしょうか。098-936-3492、もう一度伝えます。知多二来センター内電話番号098-936-3492となっております。またファミリーマート E プラス、チタンニライセンター、こちらの方でもね、チケットありますのでね、どうぞ劇、子供と一緒に夏休み来てみてはどうでしょうか。そして、続いてはこちらな、7月の26日、火曜日ね、もう有名ですね、丘の一本松ね、劇がございます。こちらですね、場所がシティなんていうの、シティ、英語ですね、これなんていうもんだろう、リクスボックス、ですね、場所はですね、58号線から茶谷町北前1丁目 11-4、中華ドラゴン食堂のね、向かいの方になってますね。こちらの方で、丘の一本松がございます。時間がですね、夜 PM7 時30分、そして開演が8時となっています。料金が2500円、ワンドリンク付きということですね。特別ゲストに、小島美佐子さんが、ゲストでお呼ばれしています、ね、席も、限りがあるようなので、早めにチケットお問い合わせくださいませ。チケットお問い合わせ番号が、090-8291-3985、090-3291-3985となっております。携帯番号なのでね、お間違いがないようによろしくお願いいたします。もう一度言いましょうかね。
090-8291-3985 となっておりますね。丘の一本松ね、どうぞ遊びに来てはどうでしょうか。あとは最後にこちらですね、海を越えた挑戦者たちということですね。7月30日と31日土日、ございます。こちらの方ですね、若手などもね、たくさん、います。こちらにスタジオの方にもいたコーチの奥さん、宮城さんなどね、たくさんいますね。でこちら、チケットはですね、全席自由ということで2500円、前売り当日一緒となっております。E プラスなどもね、ファミリーマートの方でも、販売しております。でまたお問い合わせ番号、チケットまだありますかっていうね、いろいろ場所などもねあると思いますのでね、こちらの方もお電話番号お伝え していこうと思いますが、098-945-5036、 098-945-5036 となっております。7月30日は7時開演、7月31日日曜日は1時と18時2回公演となっております。どうぞ、お間違いがないようにね、よろしくお願いします。西原町沢藤未来ホールでございますのでね、よろしくお願いいたします。告知の方はこれぐらいですね。はい、ではでは、まだ曲少し書ききれるかな。うちの番組のホームページ、メールなどもね、どしどしお待ちしております。ではメールアドレスがですね、 fm792@fm-niraai.jp です。もう一度お伝えします。 fm792@fm-niraai.jp です。そしてファックス番号は 098-926-3208。ファックス番号 098-926-3208。お便りなどは、郵便番号 904-0103。沖縄県北谷町加え、467-1。チャタンニーライセンター内、番組名は高知和明と民謡考えようの、ね、番組までお待ちしております。こんな感じですね。じゃああと1曲何がいいですかね。何がいいですかね。皆さん何がお聞きしたいですか。これもね、どうしようかな。これ行きましょう。僕好みで。よいしょ。パーシャクラブさんの方でですね、満天の星、お聴きください。
金という星や散らし調星やなと散らし心の底やはい、マンテの星、パーシャクラブさんからお届けいたしましたね、ラジオメールなどもね、お待ちしています、ヨンナーさんもねお待ちしてますのでね、雨もいただいてます。ありがとうございますね。欲しいですよ。ではもうね時間もそろそろ、迫ってきてますが、またね、来週ね、皆さんと会える日を楽しみにしてますのでね、メッセージなどねガシガシ送ってくださいませ、ね、では、ね、夏もう太陽ねさんさんなんですけども、熱中症気をつけてね、お過ごしくださいませ。ではまた来週会いましょう。さよならさよならさよなら、バイバイ。Thank you.